40代女性です。不妊治療を実績ナンバーワンから3の病院を渡り歩いて、約10年続けてますが、成功できていません。先生に相談してみても、神の上で知る世界とのことで何をすべきなのか手探りの止められいらしいです。医療機関だったら諦める以外でどう突破しますかもちろん相談かと思いますが、アドバイスだけど幸いです。養子をもらいます。えっと、養子をもらうのと不妊治療を並行して続けます。はその、不妊治療って、あの、できない人もいるんですよ。 もちろん不妊治療の結果子供ができる人もいるんですけど、不妊治療をいくらやっても100%無理な人もいるんですよ。なので、やりたいことは多分子供が欲しいだと思うんですよね。で、子供が欲しいにも何種類かあって、あの、自分の DNA の子供が欲しいとか、自分の旦那さんの DNA の子供が欲しいとか、で、あの、じゃあ、 自分のお腹を痛めて産みたいのかもあって、例えば自分のお腹を痛めたいわけではない。であれば、じゃあ、その他の女性の子宮を使って産むっていうパターンもあったりするんですよ。 その自分の DNA と旦那さんの DNA を使って、あの受精卵を作って、あの他の女性に子供をあの大きくしてもらって出産してもらうっていう、あの、ま、狩腹っていう言い方もするんですけど、そのパターンもあるし、じゃあ別にあの、愛する旦那さんの子供であれば良いというのであれば、別に自分の DNA 卵子じゃなくてもいいよねっていうパターンもあるし、で別にじゃあ、その、さんがその不妊の原因である場合もあるので、じゃ旦那さんじゃなければいいんじゃんっていうのであれば、他の男性の DNA を使って子供を自分で使う。 だったりもももあるしでじゃあ別にあの旦那さんでで自自分自身の DNA なくてていいいよねっていうので、あればででもいいと思うんですよなの、であのいろんなパターンがあるので、あの、自分は本当はどのパターンにこだわってるのかっていうのを考えると、あと、あの、なんか DNA がどうとか自分の血がどうとかって言い出したのって、あまあ、昔から言ってはいるんですけど、あの、大体の人間って、本当に自分の血が繋がってるかどうかの証明ってできるようになったのって、ここ30年なんですよ。 それまであの思い込んでるだけで普通に育てたんですよね。であのアメリカの統計で父親の10人に1人は自分の子供だと信じてるんだけど自分の子供ではないっていうのがあるらしいんですよね。 なんか、あのな、なんかのレポートであったやつは、まあ、本当かなと思うんですけど、でも10%ぐらいが自分の子供だと信じて育ててるんですけど、父親は、あの残念ながら DNA は自分のものではないと。でも、あの信じてるし、何の問題もなんか愛情豊かに育ててるんですよ。で、母親は知ってるんですよ。<laughs> あのまあ、あ確かにあの時のあちらだったのかな、みたいな、薄々うわかってるんだけど、程度もあったりするので、実はその信じ込めてればいいだけなんですよ。 なので、あの別に養子でもあの自分の子供だよねって信じ込めて自分の子供だから幸せになってほしいと思えればそれでいいと思うので。なので、あの養子を育てるっていう方も選択肢に入れればいいんじゃないかなと思います。